アポロ公式ポッドキャスト、パワーポッドキャストの作り方は、コンテンツで世界を元気に、ブルーポイントインフォーマーケティングの提供でお送りします。はい、えー、こんにちは、ポロです。今回はですね、ビデオポッドキャストを利用するときの注意点についてお話していきます。Spotify ではですね、ビデオポッドキャストというのがですね、確か去年か一昨年から配信できるようになって、 まあ、いわゆるその動画付きのですね、まあ、そのトーキングヘッドと言われる上半身と、まあ、マイクとみたいな感じで喋っているね。まあ、そういうような動画が配信できるようになったんですけど、まあ、僕もですね、このビデオポッドキャストってのはたまにメインチャンネルの方ではね、配信してるんですよね。で、まあ、どういう動画を出してるかっていうと、まあ、YouTube で上げたやつの中にね、まあ、これポッドキャストの人にも聞いてほしいな、みたいなやつはあげてます。で、まあ、ビデオポッドキャストってね、 まあすごくいいし、そういうふうに YouTube の動画を、ポッドキャストの使い回しみたいなことができるんで、それをやってる人もね、多いと思うんですけど、このビデオポッドキャストをですね、配信するときにまあ注意した方がいいことについてお話していきます。まず、大前提としてですね、Spotify 以外のユーザーは動画が見れないので、それを前提に考えていかないと、動画が見れるっていう前提で考えてしまうと、例えば Apple とかね、 Google とか Amazon とかで聞いてる人はですね、完全に置いてきぼりになっちゃうんですね。だから特に気をつけないといけないのは、本人は動画のつもりで撮ってるから、指示語とかを出しちゃうわけですよ。例えばこれがね、みたいな感じでな何かを見せてね、喋ったりして。でもこれっていうのは、その動画を見てる人は見えるけど、動画を見てない人には見えないんですね。音声しか聞いてない人にはこれって言われても見えないわけですよ。だからその動画っていう前提で喋ってしまうと、完全にそういった動画を見れない、 まあ、リスナーが置いてきぼりになってしまう。で、プラスアルファで、そもそも、ポッドキャストをこう聞くような人たちっていうのは、別に動画を見たいとは思ってないんですね。だから、このビデオポッドキャストっていうのは、結構上げる頻度が重要で、もう頻繁にこう、ビデオポッドキャストばっかり上げていてもですね、別にその人の話してる姿とかは、基本的には見たいと思ってないわけですよ。ながら聞きで聞いてるんで、動画を見てないんですね、ほとんどの人ってのは。仮に Spotify で動画が見れるような形になっていたとしてもですね、 見てる人は、まあ、圧倒的に少ないわけですね。ビデオポッドキャストを見る、動画を見るときっていうのは、ちゃんと時間をとって、じっくりとその人を見ながらね、聞くみたいなときは多分見ると思うんですけど、もう忙しくてながら聞きいつも通り聞いてるような人っていうのは、絶対に音声しか聞いてないわけだから、あんまり意味がないんですね。でプラスアルファでこの YouTube のコンテンツを使い回しっていうのは、まあ僕も時折してますけど、これはあくまでも配信者側の都合でしかないわけですね。 配信者が両方収録、別々の収録するのめんどくさいから、同じものを使っちゃえっていうふうにね、いうのは配信者側の都合であって、聞く側のことを考えたらですね、別々に撮ってあげる方が本来はいいんですね。動画なら動画用に撮るべきだし、音声なら音声用に撮るべき。僕もエピソードによってはですね、全く同じことを話してるけども、ポッドキャストはポッドキャスト用に収録して、YouTube は YouTube 用に収録するものもあるんですね。だからそういうような感じで、こう、その、 媒体に合わせて最適化してあげるのがいいですし、あと、まあ、おそらくですけど、ビデオポッドキャストを配信しているような人っていうのは、ズームとかを使っていると思うんですよ。で、ズームってすごい、まあ、音声が圧縮されちゃうんで、こういう、まあ、例えば僕、今、オーダーシティで撮ってますけど、オーダーシティで収録するような音声よりも音質が落ちちゃうんですね。そんななんか不快に感じるほどの音質が落ちるわけじゃないですけど、やっぱりその、あんまりね、音のクオリティが高くないから、まあ、その、ポッドキャストとしてはね、 まあ、質も下がってしまうしというデメリットもありますし。あと、そのクロスメディア戦略っていうところを考えるんであればですね。例えば全てのエピソードを YouTube を丸々使い回ししたらどうなるかってことですよ。自分のフォロワーの人たちの中にはですね、各メディアをチェックしてくれてるすごく熱心なファンみたいな人もいてくれてるんですね。例えばブログも読んでるし、YouTube も見てるし、ポッドキャストも聞いてくれてるみたいなね。複数のメディアをチェックしてくれてるような まあ、すごくね、信頼してくれているような人もいるわけですよ。で、そういう人がいたときにですね、YouTube とポッドキャストが毎回一緒だったらどうなるかっていうと、どっちかを絶対見なくなるわけですね。だから、使い回しするにしても頻度って大事で、全部が全く一緒だったら、両方見る必要性がないわけですよ。だから、クロスメディアっていうことを考えるんであれば、できる限りお客さんとのタッチポイントを増やす必要があるわけですね。複数の媒体で接触するからこそよりね、 関係が濃くなっていくわけであって、っていうことはですよ。複数の媒体で、こう、接触してもらうためには、そういうもう、どっちか見なくていいや、みたいな感じでなってしまってはまずいってことです。だから、ポッドキャストは基本的に、ポッドキャストでしか聞けないようなエピソードを上げて、たまに YouTube を上げるとかね。YouTube っていうか、その動画を上げるとかね。 っていう感じにすれば、まあ、ポッドキャストでしか聞けない話があるから聞こうかなってなるわけですけど、全部が全部一緒だとそれが起こらない。クロスメディアにならないわけですね。もうこっち聞かなくていいやってなっちゃうんで、まあそういったところも注意が必要かなと。あくまでもその、使い回しをするっていうのは配信者側のね、時間がないとかめんどくさいっていう都合、もしくはネタがないって。僕は基本的にネタがない時とかね、結構 YouTube のやつ引っ張ってきたりするんですけど、まあそういうようなね、こっち側の勝手な都合でやってるに過ぎないので、まあその点は注意が必要かなと思いますし、 あとはですね、あの、ビデオポッドキャストを配信するときは必ずタイトルのところにビデオポッドキャストって一言、こう注意書きをしてあげる方がいいと思うんですね。じゃないと、その、例えば Apple とかで聞いてる人は、それの正し書きがないと、それが普通の音声なのか、ビデオポッドキャストなのかってわかんないわけですよ。タイトルに入ってたら、あ、これ一応ビデオポッドキャストとして配信されてるんだなっていうのが、 相手も理解した状態で聞いてくれるんで、なんかちょっとおかしなところがあってもね、足方ないかなとかって、まだね、思ってくれるかもしれないですけど、普通のポッドキャストとして聞いてる人からすると、なんかちょっと、あれあれってなっちゃったりするわけですね。例えば動画の場合とかだと、ちょっとね、話に詰まったりとか、無言のね、時間があっても、動画だとそんなに違和感ないわけです。そのまあ、ビジュアルっていうかね、視覚要素があるわけだから、 無言の時間が続いてもおかしくなかったりするわけですけど、音声でね、無言の時間が例えば3秒とかね、5秒とか続いちゃうと、え、なんか終わったのかなみたいな感じにね、思われてしまったりとかしますけど、それが動画、これも,もともと動画ですよっていうふうにね、正し書きが入ってると、まあそういったところの違和感も感じづらいというか。だから僕は基本的にビデオポッドキャストを配信するときは、ビデオポッドキャストですよっていうふうに、まあタイトルのところには、ね、正し書きを入れてるんですね。 そうするとアップルとかアマゾンとかね、グーグルで聞いてる人も、あ、これ一応動画付きのやつなんだなっていうふうにわかりますし。なんでそういう、まあ相手になんかね、えー、まあ誤解されてしまうとかっていうリスクも防げるわけですね。なんかビデオポッドキャストっていうのはもちろん、あの、たまには使った方がいいと思うんですよ。相手もやっぱり自分のこと親近感感じてほしいんだったら、その自分の姿をね、喋ってるところを見せる。 まあどういうエピソードがいいかっていうと、やっぱりその直接対話してるみたいなエピソードの時は動画とかはいいと思いますよ、ね。さっきのこう YouTube ライブみたいな感じで自分が喋っていて相手がねこう見ているみたいな。ビデオポッドキャストで動画を見る人って基本的にちゃんと時間を取ってじっくりね。例えば夜時間ができたからじっくり自分の配信を見たいみたいな、ね、人とかは動画付きで見てくれると思うんで。まあそういう人たちに対してじゃあどういうエピソードを配信していけばいいのかっていうことを考える。メッセージ性の強いですね、エピソードとか。まさにこう、 YouTube ライブのような感じで、まあ相手と対話してるかのようなエピソードに関しては動画付きでやるっていうのはいいと思うんですけど、通常のエピソードは別にね、そこまでしなくてもいいし、もうほぼ9割以上の人は音声として聞いてるんで、動画をわざわざ見ようっていう人はね、そういう人は最初から YouTube 行きますからね、動画を見たいんだったら。だからそこの、こう、会議というか、こっちはビデオポッドキャストってすごいいいでしょって、 思ってるかもしれないですけど、ほぼほぼ見てないんで、スポティファイのユーザーであっても多分見てないですからね。僕もそのポッドキャストを聞く側の、ね、リスナーでもありますけど、まあ見てないですから。そもそもビデオポッドキャスト開上げてる人が少ないっていうのもあるんですけど、あったとしても動画付きで見たいなと思ったことはないですよね。だから、そこはちょっとね、気をつけないと。ビデオポッドキャストってのはもちろんね、あの時折そういうのがあった方が、やっぱりその親近感感じてもらったりとかね、 この人どんな人なんだろうと思ってるリスナーも当然いるわけだから普段声しか出してないからねその人の姿形が見たいなって人はビデオポッドキャスト出したらねえちょっとチェックしに来てくれたりとかってあると思うんですけど使いどころとか頻度とかね内容とかそういったこと気をつけないとそしてビデオポッドキャストが見れるのはスポティファイだけなんで現状他のまあディレクトリーですねの人たちのこともちゃんと考えてあげるその人たちが置いてきぼりにならないっていうね こともちゃんと考えてやらないと、そこれが、こう、リテンションレートの低下とかね、リスナー離れにつながったりするので、ビデオポッドキャストの使い方ですね、くれぐれも気をつけていただきたいと思います。